け。どうもアクアライダーです。ということでね、今回グリップヒーターを購入しました。やったー。汎用品でね、2.1 アンペア 5V 以上の USB にくっつけて、でハンドルにカポッとはめるだけの7000円のグリップヒーターなんですけれども、かっこいいでちゅねー。で今つけてね、本当にエンジンかけたばっかりなのに少しずつ温まってきてるんですよね。恐るべし。ということでしばらくつけて走っていきたいと思います。ちょっとグリップが太くなったような感覚になるな。まあそれはそうか。入れてちょんまげ。センキュー。寒い寒いけど手はぬくぬくしてきたぞ。3段階調節って書いてあったけど、何色が何色とか説明書読んでねえからわかんねえ。ちょっと行きますか。ああ今のところ大丈夫ですね。おー、びっくりした。はぁはぁ、びっくりした。すり抜け。あー、あったかくなってきた。あー、結構あったかくなってきた。さっきまでちょっとほんのりだったけど、ちょっと説明書読まないとマジで。何色が3段階調節できるらしいんですよね。で、さっきパッといじった感じだと、赤と緑と青でしたっけになってたと思うんですよね。で、今赤なんですけど、赤が一番なんかあったかくなりそうな色だなと思って今赤にしたんですが、これは赤でいいのかな。一番強くしたいね。今めちゃくちゃ寒いから。あー、でも一番強くてこの暖かさだったらちょっと無理ですね。まあでも汎用品だからな。あったかくなって、あったかいわ、あったかい、あったかい。今結構厚めのウィンターグローブつけてるんでね、その上からっていうかな、それつけてても暖かさが感じられるって、まあまあすごい。この手袋をつけたままエンジンの方に手当てても全然暖かくならないんですよね。でインナーグローブだけで手当てるとあったけってなるんですけど、だからエンジンの熱さよりもグリップの熱さ勝ってるってことよね。これすごいな。あったかいね。ちょっと手袋を取って走ってみようか。でそうすると風当たって表面が、手の甲が寒くなっちゃうよね。指先とか。そうか、なかなか難しいなこれ。やっぱね、もう寒さ対策はあれハンドルカバーでしたっけ、あのごっついやつをつけるか、まあ、グリップヒーターと電熱グローブをつけるしかないですね。でこれですね、今赤く光ってるんですけど、これねエンジンつけたら真っ暗で、ボタンを押したら赤くなりました。でもう一回押すと緑になります。そしてもう一回押すと青になります。ちょっとグローブ外してつけてみよう。あ、あったかい。あったかい。めっちゃあったかい。じゃあ赤でいこう。もう一回やると消えちゃうんですよね。で、もう一回つけて赤。はい。赤ですね。赤だ。いや、これあったかいぞ。ちょっと、ここら辺、信号に引っかかるんで、ちょっとね、薄手ですが、インナーグローブをつけて走っていって。あったけー。あったけー。めっちゃあったかい。やばい。あー。すごい、これ。あったけー。いやー、あったかいわ、普通に。あーめっちゃ、あー寒い寒い、冷て冷て冷て。あー風が当たる、やっぱ、あー表面っていうかな、あー手の表面が冷て。やっぱ電熱グローブとかいるなこれ。うわー、グリップヒーターとか電熱グリップだけじゃこれは、あーまあないよりマシだけど、ただこれ大型バイクとかにつけるのはちょっとやめた方がいいかもしれないですね。この僕今 125cc のこの雑に扱っても大丈夫なバイクで使ってるから、多少ねちょっと操作ねミスってもそんなに大ごとには繋がらないというか、そのまあひねってうーんってやっても全然加速しないバイクだからいいんだけど、大型とかちょっとひねっただけでビューンっていっちゃうでしょ。だから結構そういうバイクはねやめた方がいいかもしれないな。ちょっと寒い。あー寒い寒い。あーちょっとグローブはさすがにつけましょうかね。いやでもいいねこれ、あったかいわ普通に。コスパ最強であるとないとじゃあ本当大違いだから、まあ全然ねいいですね。冬の寒い間だけこれつければいいですね。取り外せるんでね、グリップも変える必要ないし、カ
ポッてはめるだけだから、ほんとこれおすすめですね。グリップヒーターをつけたい、電熱グリップにしたいという方はですね、その場しのぎというか、まあ普通にでもこれ使えそうだな。今つけてすぐなんであれなんですけど、これからちょっとね冬の間使ってみて、またいつか春頃ですねまたレビューしたいと思いますけども、これとりあえずいいですね今のところいいよ。これ7000円、まあ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 するけど、でもいいと思います。とりあえずでつけたいという方はね、これおすすめですね。はい、案件でも何でもないです、ただ僕がおすすめしたいだけ。はい、ということでご視聴ありがとうございました。冬はね手の感覚が鈍ってきてね、操作ミスとかが多くなってくると思いますが、皆さんご安全に。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。